はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安生でございます。白血病という病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病が寝てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、肌荒れに関してなんですけどもね、僕その肌荒れをするとね、肌の GVHD、 あのね、移植変態宿主病っていうやつがあるんですけども、骨髄移植をした後にね、出るお肌の合併症みたいなやつがあるんですよ。まあ骨髄移植による副作用って思ってもらったらね、分かりやすいんですけども、まあそれをね、回復するためにね、結構肌荒れに関してはね、結構敏感にならないといけないんです。まあそんな肌荒れなんですけどもね、その米と肉を食べ出してからね、手荒れがマシになりました。この指先がね、ここ1ヶ月間カサカサやったんですよ。まあ仕事ね、しに行けてないのに、水仕事と言いますか、その洗い物とかはね、そのゴム手袋をしてますので、まあ手は荒れないはずなんです。手袋の中についている滑り止めを良くするパウダーとかあるじゃないですか。ああいうので手荒れとか起こる人はいてるんですけども、僕それでも手荒れはしたことないんで、悪いないはずなんですけどもね。なのでね、原因はね、不明やったんです。しかしですね、先ほども言いましたようにですね、そのお米とお肉を食べ出したから、ほんまに手荒れのカサカサがね、ほんまマシになったんですわ。その先週の通院でね、食生活の指導をね、受けてからなんですよ。なのでね、なぜお米とお肉を食べ出して手荒れがマシになったかっていうのね、調べてみました。そしたらね、次のようなものが出てきました。肌の潤いを保つために必要な栄養素、タンパク質、細胞の原料になる肉や魚、大豆などに豊富に含まれます。必須脂肪酸、オメガ3、オメガ6、肌細胞、細胞膜を作る。オメガ3はサバやイワシなどの青魚に、オメガ6はコーン油や大豆油などに豊富に含まれます。亜鉛、肌や髪の毛、爪などの健康を維持する。牡蠣やレバー、牛肉、卵、チーズなどに豊富に含まれます。ビタミン A、NMF、天然保湿因子の生成を促したり、皮膚や粘膜を正常な状態に保つ。レバー、うなぎ、緑黄色野菜、卵黄などに豊富に含まれます。ビタミン B2、B6、肌の再生を促したり、細胞の原料となるアミノ酸の吸収を助ける。ビタミン B2 は牛レバーや牛レバーかな、牛レバーや豚肉、納豆に含まれ、ビタミン B6 はニンニクやマグロ、鶏レバーなどに豊富に含まれます。ビタミン E、 肌の血行を促進し新陳代謝を促す。アーモンドなどナッツ類、アボガドやイワシ、イクラなどの魚介類に豊富に含まれます。これらの栄養素の中でも優先して取りたい栄養素は細胞の原料になるタンパク質です。ビタミンや必須脂肪酸、亜鉛など肌の健康を維持したり再生を促してくれますが、新しい細胞の原料になるタンパク質が不足していては十分に役割を発揮できません。いや、まさに僕ですよ。あとさらにですね、新型栄養失調という言葉が出てきました。新型という言葉にはね、今は敏感になってしまいますけども、要はバランスが崩れているということですよ。先ほども出てきました、その肌の潤いを保つために必要な栄養素のね、摂取バランスが悪かったということですね。そしてそんなね、新型栄養失調はね、食事制限などのダイエットなどが原因でですね、必要な栄養素が足りないことで引き起こります。まさに今の僕の状態ですよね。摂取してるカロリーは足りてるのにね、ビタミンやミネラルといった栄養素がですよ、摂取されてない状態を新型栄養失調と言います。野菜食べまくってたのでね、野菜から取れるビタミンやミネラルは取れてましたけど、お肉やお米からのね、ビタミンやミネラルがね、足りてない状態でしたね。食事をね、コンビニで手軽に済ませたりとか、ファーストフードなどで食事を済ませてしまう方はですね、新型栄養失調に陥りやすいのです。これは僕に当てはまらんかな。コンビニの弁当とかね、ファーストフードはね、口の中のカビが出てきてからはね、ほんまに食べてません。最近3週間前かな、ハンバーガーをね、一口だけ、たった一口だけ食べて、お昼に食べたんですけども、その日の夜になったらね、口の中のね、ヒリヒリとね、口内炎がね、強く出てきたんですよ。なのでね、ほんまに避けております。まあちょっと話を戻しますね。新型栄養失調なのかどうかはですね、簡単なチェックリストで知ることができます。それをちょっと今から読み上げていきますので、ね、皆さんもぜひやってみてください。1番、野菜中心の食事、お肉はあまり食べない。2番、
油をあまり取らないようにしている。3番丼やラーメンなどをよく食べる。4番アルコールの量が増えた。5番栄養ドリンク、スポーツドリンクをよく飲む。6番目が乾燥する、目が疲れる。7番野菜や果物をあまり取らない。8番冷えが気になる。9番風邪をひきやすい。10番インスタント食品やコンビニ食が多い。11番抜け毛が増えた。12番精力が減少した。どの症状にチェックがついたかによってね、不足している栄養素がね変わっていきます。いかがでしょうか。僕のね動画を見てくれてる人らっていうのはですね、超健康志向な人たちが多いのでチェックが少ないと思いますけども、僕はね1番と2番と6番と8番にねチェックがつきました。さあ続いて解説を見ていきましょう。1にチェックがついた方はタンパク質不足の可能性があります。タンパク質の不足は老化を早めてしまいます。お肉や魚、豆類などを積極的に摂取するようにしましょう。2にチェックがついた方は脂質が不足しているかもしれません。油を大量に摂取するのはいけませんが、青魚やオリーブオイルなどの良質な油は積極的に摂取しても問題はありません。3、4、5にチェックがついた方はビタミン B 群が足りない可能性あり。ビタミン B 群不足は疲れやすさを引き起こしてしまいます。食べ物をエネルギーに変換する役割を果たすビタミン B 群、うまく働かないと肥満の原因にもなってしまいます。レバーやうなぎ、ナッツ類に多く含まれているのでうまく取り入れるといいでしょう。6にチェックがついた方はビタミン A が不足している可能性があります。ビタミン A は緑黄色野菜やレバーに多く含まれています。緑黄色野菜は食べてるけどなぁ。まあそういえばですね、緑黄色野菜って皆さんどんな野菜か知ってますか？カロテンっていうのを含む量が多いのが緑黄色野菜と呼ばれているらしいです。厚生労働省が定めた緑黄色野菜の基準を見てみるとですね、原則として可食部、食べれる部分 100g あたりにカロテン量が600マイクログラム以上の野菜となっています。子供に教える時みたいに簡単に説明するとですね、切って中まで色がついているのが緑黄色野菜と覚えるのが簡単やてって言ってます。人参とかかぼちゃはね緑黄色野菜ですよね。ナスビは外と中の色が違うから緑黄色野菜の仲間ちゃうねんでと言ったら、じゃあ大根はと聞かれるので、大根は葉っぱは緑黄色野菜やけど根っこは違うねん。え、なんで？根っこは葉っぱよりもね、実は栄養が満点やからやねんって言ってあげてください。また話を戻しますね。で7番にチェックがついた方はですね、ビタミンやミネラル、食物繊維が足りてないかもしれません。食物繊維不足は悪玉菌を増やし、下痢や便秘などの原因にもなります。またイライラしたりといった症状も出てしまうので、野菜を多く摂取するといいでしょう。ビタミンやミネラルは血流の改善などにも役立つので、健康のためにも積極的に摂取することをお勧めします。8にチェックがついた方は、タンパク質や油、鉄不足の可能性があります。ああ、まさにこれですね。タンパク質、油分、鉄分不足でしたわ。タンパク質が不足すると冷えを感じやすくなるので、納豆、青魚、牛乳などを取り入れるといいでしょう。9にチェックがついた方は、タンパク質やビタミン A、ビタミン D、亜鉛を多く摂取しましょう。10にチェックがついた方は、カルシウム不足かもしれません。カルシウム不足は筋肉がスムーズに動かなくなり、足がつったりしやすくなります。小魚やヨーグルトにはカルシウムは多く含まれているので、積極的に摂取しましょう。11、12にチェックがついた方は、亜鉛不足の可能性があり。亜鉛不足は、切れ毛、抜け毛や爪が弱くなってしまいます。亜鉛は免疫システムや成長などに必要な栄養素です。牡蠣やカシューナッツ、エビなどに多く含まれています。さあ皆さんはこの中に解決策はありましたでしょうか。どっかで聞いたことある話ばっかりですよね。このネットの検索が当たり前になっている時代ですからね、こんな情報はそこら中に溢れてます。でも今日のお話の中ではですね、まだお米に関する話は出てきてませんよね。炭水化物に関しての情報はね、制限しか出てこないんですよ、なんか知らんけどね。でここで先週お世話になったカニエイさんの話がね聞いてくるんですよ。簡単に言いますと、バランスが悪いですと言われたので、このお米、炭水化物とお肉、タンパク質を取ったことによってお肌のバランスが保たれてきたんだと思います、僕の体の中でね。でその前にまあ栄養のバランスが良くなってきたんでしょうね。で手荒れがマシになってきたことに関してはね、ほんまに食生活の改善が効いてるとね思います。制限じゃなくてね、改善ですね。あとはねバランスですよ。
制限して食生活のバランスが保てる人はそのまま続ければいいですけども、そうじゃない僕みたいなね感じの人っていうのは、改善して食生活のバランスを保つことで健康的に、まあ他のバランスも良くなるはずです。まあ僕がそうだったのでね、ちょっと病気が原因もあるんですけども、食べることに関してもバランスに関してっていうのはね、ちょっと病気は関係ないと思うんです。よう考えたらね、根本的なことやったんでしょう、きっとね。皆さんが教えてくれるアドバイスを聞いてですね、病院でもアドバイスを聞きながらですね、まあ、白血病だけじゃなくてね、まあ、体のね、いろんな問題をね、解決していきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。